女王は、中国の戦国時代の艦の君主、名は倉、仙慶王の子。紀元前312年、仙慶王が死去すると、後を継いで艦王となった。紀元前308年、旗の武王と隣身で会合した。この年の秋、旗の艦茂の攻撃を受けて、義王を失艦した。紀元前307年、旗の攻撃を受けて、義王を落とされ、 6万人を斬首された。紀元前306年、旗が武水を返還してきた。紀元前303年、旗が再び武水を奪った。紀元前302年、大使英を旗に入庁させ、帰国した。紀元前301年、旗の攻撃を受けて、城を奪われた。旗と共にワイを攻撃し、その将軍の塔を破った。紀元前300年、大使英が死去した。 孔子とがと孔子ジラミが漢の大使の位を争った。孔子ジラミはその人質となっており、その力を背景にジラミを大使につけようという動きがあった。紀元前299年、蘇軍が幼子を奉仕したため、藩は旗の援軍を求めた。新軍が動かないうちに孔孫が入国し、西や外の合唱を公中に進めた。 これによって祖軍は、洋子の包囲を説いた。諏訪江も、孔子都賀に恩を売った方が得策とする判断に傾き、皇子ジラミは藩に帰国することができず、藩は都賀を大使に立てた。この年、聖の王や義の女王が藩を来訪した。紀元前298年、聖王や義王の軍と共に旗を攻撃し、連合軍は藩古関に布陣した。 紀元前296年、旗が武水を官に変換しては僕した。この年のうちに女王は死去した。在位16年。ありがとうございます。